という考え方でやっていかないといけないと強調しましたという、これは韓国のメディアの中央情報ですねああ。なるほどねははいはい、はい あだから、もう,そうか韓国はそういうこと言い出してるあ情報なんですね、これは、ねうん。でもね、はいあのー、多分本あ本いだと思います、あのー、でもこれ、ようやくですよね、この当たり前のことが分かってきたのは、は<ー>僕はもうこの番組で何度も言ってますよね、はい、1%, 1意味がないと、えーえー、つまり金が儲かったら防衛費を上げて、うん、いやいや、もう貧乏なったから、はい、えちょっと GDP が減ったから防衛費を下げようかと、えー、防衛費はそんな問題じゃないと、えーえー、つまり国を守るためには、絶対これだけ必要だっていう、その額があって、 はい、それはその,親父の収入の家の鍵ねだから親の親父の収入がよくなってきたら鍵をちょっと大きくして、うん、いやこの収入悪いからも鍵外そうかとかいう問題、ね、ちゃいますからねはあ、はあ、家を守るためには絶対こんだけの鍵が必要だというものがあるんで、えー、だからこれもともと1%を超えてはいけないとか 1%, にならない1を目指すべきだとか、うん、もう意味がないことなんでねこれは、えーえー、これも私は昔から言うとったんですがようやく日本もまあその常識が分かってきたから なというところですね。はあ、はい。いやこれねあの<ー>中国のその防衛費って日本で日本円に換算すると裏も含めると40兆ぐらいあるだろうって言われている。そうすると日本のまあ8倍ぐらいですよね。そうそうするともうあの差はどん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 広がっていってるんですけど、<ー>そのヤクトさんが今言ったように<ー>そのやっぱりあの地にいて卵を忘れずというかこれは。 あのー、私たち国民の命を守るためにどんな備えをするかっていうことで今圧倒的に差がついているわけですから、それは防御選手防衛って選手防衛もできないような状態で、あのー、中国と何の交渉ができるんですかっていうことですよね。だから今岸さんがこういうことをまあやっと言い始めてくれたわけだけども、今岸さんの危機感があのすごくてこの NATO か NATO 各国とのその交渉も含め、はい、この偉大なる中華民族の復興というその中国この習近平さんのこの言っているこの野望ですよね、はいえー、この目的を共有し合ってるんです、はい、あのも断続的にそのテレビ会談を含めて、はいえー、岸防衛省がそれをやっておりますので、えー、その危機感というものを共有し合ってるのでだから、はい あのクイーン・エリザベスが来ることになったりとかいろいろしてるわけなんだけど、ね、そういうふうに世界が今、危機感を持ってきてますから、はい、あの日本もこの1%枠がどうこうなんて言ってる時代はもう終わってるということは、はい、あの国民ももう分かってきていると思いますけど、はい、あのきちんとあの認識をしてほしいと思いますね、はい、でもこれで、ね、またね共産党とか言いますよ1%超えたらあかんとかね絶対言うてきます。 えー、ほんでね、えー、確かに今加藤さんおっしゃったようにですね実質、うん、的にまあ中国の防衛費はですね表と裏っちゃあります、えー、あのいわゆる人民解放軍のいわゆる予算がまあ表としたら人、うんえー、民解放軍に含まれない軍隊とかもあるんですよね結構ね、えー、<ー>これ実質的には軍隊だろうと例えば海警局なんかそうですよね、えー、あれ、えー、まあ実際にはもう人民解放軍の下部組織みたいなもんでそういうのを含めるとしかも、えー、中国が確か予算の中に人、えーえー、と 人民解放軍の給料は含まれてなかったじゃなかったかな。なんかややこしいんですよあそこね。えー、この予算のやり方はね。で、だから実質的にはかなりのもんなんです。うん、で、ニオンがですね、それに対抗するだけの防衛費を使うことは無理です。うん、本当はね。えーえー、それでこんだけやらない。で、そういう意味で、えー、最も最もコストパフォーマンスがいい防衛費の使い方は核です。えーはい うん、中国に対抗するための戦闘機をずわーそれる、うん、あるいは軍艦をずわーそれるこれは非常にも,うものすごいコストがかかりますはっきり言って日本の今の予算では無理ですで、えー、ところが核なら、ねうん、非常に低コストで中国の攻撃に対する抑止力になります。これはがやっている、はい あの核シェアリングですよね、えー、NATO というのが、全部が核を持ってるわけじゃないけども、えー、核シェアリングでアメリカの核をシェアリングしてるわけですよね、しかねそして、このソ連、旧ソ連、そして今のロシアですよね、はい、これに対抗しようとして、核シェアリング理論があってで、日本もその核シェアリングのこの構想というものを、もう正面から議論しなければいけない時は来てると思いますね。はい、選択肢 うん、とそうですよ。うん、もう核の議論をね、国会でも全くできませんよね。えーえー、だから、か、え、非核三原則と言いますけど、えーえー。本当は四原則で、つまり核に対する議論もさせないというね。非常、そんなバカなことを、そろそろ、そろそろ終わらせなきゃいけませんよね。まあ、だから、それをさせない勢力が、うん、親中勢力で、えーうん、中国にとって、今。 させたくないのは何かって憲法9条を改正させたくないわけ、はいうん、そうすると親中勢力を全部それに使ってきて、うん、あの要するに集団安保体制要するにアジア版 NATO を作られると困るわけです<え>中国は。はい、そのためには憲法9条を今のまま置いとかせないといけないので、うん、そのためにこの特定野党そして公明党<え>こういったところを使ってメディアこれを使って あのこの憲法9条を絶対に改正させまいというそういうあのことをやってるけど、はい、これが中国の差し金であるということにもういいか減気がつかないと,と、ね、日本人の平和ボケっていうのは、はい、本当命取りになりなますよ、あのーまあ、今、憲法改正案が出ましたけど、はい、え安倍さんがですね3年前にあの憲法改正すると、えー、いよいよこう明言しましたね。いわゆるその えー、権といつまり救助に第3項を増やすと、はい、本当は1項、2項削除すらんがるんですけど公明党におもろいとか知らんけど、まあんえー、自衛隊を認めるという形で加減、えー、すると、はい、加えると、えー、でそれを言うた途端に何が起こったかですよ、日本で、えー、森友ですよ。えー えー、メディアと野党そうもうもそれがもうあるいは学者コメンテーター人権派弁護士とか、はい、そんなんですね一斉に森友、はい、で森友でも大騒ぎしてつまり国会で、えー、彼らの目的は何かというとね、えー 国会で憲法改正の議論をさせないということなんですよ。で結局半年間もうめちゃくちゃなことやって、うん、もっとかな1年近くやる。で結局、えー、森友も学園は何も出なかったと、はい、政府の関与はね、えー、総理の関与も出なかったほんなら今度は加計学園ですよ。えー、これでもう大騒ぎして、はい、もうすったもとして結局これも政府も、はい、総理の関係も出なかったと。<ー>で今度は桜、えー もうこれで結局ね3年間国会を空転させたんですよ、ね、これは目的があって、うん、要するに3分の2を確保されてると、はい、これは発議されて国民投票へ持っていかれるということで、ええ、次の要するに3分の2を崩す要するに取り過ぎてる段階のやつを崩して、ええ、崩して。 そしてそれより下にすれば憲法改正はできないのでその間はごねるということでそれで、えー、憲法審にも出席しなかったりいろんな戦略をやるんですけど問題は自民党の国体ですよ、その国体が自民党の国体がその特定野党の国体となーなあでやってそれを認めてきた3年間があるわけですから。決して あの特定野党の方に問題があるというんじゃなくて、えー、それを許した自民党の国体、はい、自民党そのものにあるということを言いたいですね。そうですね 今ね、この3年間けったけど、今のこれ歴史で50年後、あるいは100年後の、ね、歴,史歴史家の目で今の日本を見たら、はい、ものすごいこう緊迫した時間なんですよ、今はね、うん、もう中国の圧力がどんどん加わってきて、えー、もう日本は非常に累乱の危機ですよ、本当に危ない、はい、その危ない危機の時に、うん、日本は3年間、3年間、まるまる無駄にしたんですよ。うん 一時間持ってるの、この番組ぐらいですよ。ね、3年間無駄にしとて、ほん今加藤さんがね、もうズバッとおっしゃいましたけど。うん、結局その、特定野党、それからメディア、それからあと人権派のアホみたそれ、それと一般のデュープスこれだけじゃなくて、えー、実は自民党内に、えー、支持真鍮の敵がいるんです。与党のね。はい、もう自民党内に実、んんにね、実は、これ有本さんがはっきり言ってますけど、あの、自民党内に、護権派は相当いるんだと言ってますね。はい。 えー、しかも自民党、ご犬派だけの自民党内に親中派議員がたくさんいますからね。だからそのねそね私ね、それあの自民党の人たちがそういうふうなの分かるんですよ、世代が同じだから、はい、私たちはあのこの米ソ冷戦時代に。はい 憲法改正をしなくてもよしという、要するに核のあのアメリカの核の傘の下でいれば平和は享受できたという時代に私たちは育ってきて、自民党の中枢も今、私たちの世代ですよ、えーで、それで憲法でそのままでいいだろうと思い込んで、もうあの血肉になってるんだけど、もう違うんです、2013年以降、特に、えー、2015年以降、このもう、 あの偉大なる中華民族の復興、この番組でもやりましたけど、はいえー、100年の恥辱を晴らしてこれを果たすっていう、うん、この中国のこのやり方がもう明白になった以上は、えー、中団安保体制を作らないと、日本は生き残れないわけですから、はい、そのための憲法改正をやらないといけないということに、えー、自民党の人たちが本当に気がつかないと、えーあの、多くの人は分かってるんですよ、自民党の中でも。しかしかかそれが分かってないな あの人たち平和ボケした人たちが自民党の中に多いということを今、えー、百田さんは言ってるわけです。自民党の党員も、ねまあ、野党も党員もそうやけどもう頭,の中、ね、もう頭の中の半分以上ほとんどは俺、次の選挙で勝てるかどうか,そ,こですから、ね、そればっかりですよそればっかりやねだから日本のことがどうでもいいね、えー、もうじ,もうじ日本を潰しても自分は守りたい。 もうこれね本当例えば明治維新の頃も日本は150年前の日本は非常に危機的な状況がありましたけどその時はねあのいわゆる幕末の、うん、いわゆる幕閣江戸幕府の幕閣も、うん、それから、うんえー、いわゆ勤労の,の,の志士たちもですね、うん、みんな考えてたのは自分はどうなってもいいから、うん、日本を守りたいという気持ちがあったんですよ。うん その気持ちがね、まあ、もちろんその人によってはその上位とかあいわゆる尊老とかもうこういうので意見が分かれて砂漠とかいろいろ意見が分かれています、ねね、意見が、ね、根底にあるのは、はい、日本をなんとかしたいと、ね、日本を守らなきゃいけないという思いが一つあったんですが今の議員ね、ね自分の議席のことしかないんですよ。頭の中にう 折島さんがいくら頑張っても全然動かないじゃないですか <laughs> 折島さん力ないなあかんねほんまに<う>折島さんにかかっとるやで虎ノもを支えとるのは折島さんやから <laughs> そんな影響力な欠片もありませんね。<laughs> <laughs> あのどうしましょうそういういや加藤さんもや僕はもう前から虎ノ門ニュースもうあの周一のレギュラーなれ言ったら断るよねこれわしは朝早いのい嫌やっや朝早いの皆さんそれぞれそれ理由は日報を守ること言うから日報を守るよりも朝寝がしたいって言うたらいだからねもうン出とるやんけ出てるやんだから「三千世界のガラスを殺し」みたいなニュアンスでおっしゃってるわけじゃないですから加藤さんもあくまでもそれは薮田さんええ いかがししまょうあ<の><の>ついでにね、次、カブさん選んでもらいたいけど、はい、やっぱりこの集団、えー、安全保障ということで、防衛費ということで、はい、やっぱりついでにこの5番も行きます、ね、あ、関連で、はいはい、分かりました、こちらでね、先ほどイギリスの話題が出ました、こちらですよね、<laughs> えー、空母軍がインド太平洋へ出港、日本で共同訓練、調整という、はい、こちらも流れで続けて、深入りまいりましょう。 共同通信によりますとイギリス軍の最新鋭空母クイーン・エリザベスを中,え中核とする空母打撃群が22日、初のインド太平洋地域への展開に向けてイギリスを出港しました。イギリスのメ